あーしょっと。帰ってきました。さあ、今日も飲もう。とりあえず。よし。飲むぞ。つまみははんぺんとまた冷ややっこと塩辛で、始めたいと思います。今日もね、宴の時間がやってまいりました。今日はね、おつまみは昨日のね、豆腐の残りっていうか半分、冷ややっこで薬味をのせて、それで、またこれもあったんでイカの塩辛、そしてチーズはんぺん、これ買ってきました。で、軽くね、フライパンで焼いてね、食べたらチーズがとろりとして、これもまたビールに合うねって感じで飲んでます。結構うまかったっすね。これ当たりでしたね。はんぺんなんてあんまり食べないんだけどもね、うまかったっす。え、ザラザラ。もう2本目です。犬が見てます。もう2本目ワンワンなんて感じですけども、まあまあ返事のことなんでね、はい。2本目までは私はすぐ飲む、皆さんご存知の通りの早飲みでございます。でもね、やっぱ夏はね、こんぐらい飲まないとね、もう体がね、ビールを欲しているので、もう喉を開けてグビグビ飲む、これが最高っすよね。もう本当に。で、そこまでまだ1本2本ぐらいじゃ酔わないじゃないですか。ちゃんと感じれる、喉越しを感じれるっていうところでね、私は大好きです。そして、まあ、初めからね、なんだろう、食べるもぐもぐするんじゃなくて、ちょこっとつまみながらビールを飲むっていうのがね、宴のスタートでもあります。これはんぺん当たりだったな。はんぺんとかってみんなあんま食べないじゃないですか。僕ちょっとね、 YouTube で見てて、で、酒飲み YouTuber さんがはんぺん食べて飲んでるの見て、あ、これうまそうだなと思って、自分も試してみようと思ってやったら、さすが当たりでしたね。もうなんか酒のつまみに合うのをめちゃくちゃ探してて、なんかいろいろチャレンジしてみようと思って、何にもしなかったらほんと適当に食って寝るだけなんですけども、いろいろね、こうやってチャレンジしてビールを飲むとね、本当に美味しいっすよね。この3品だけでも結構私はね、ビールとともに満足する時間を過ごしております。やっぱり豆腐の薬味も当たりでしたね。買ってよかったこれは。よいしょ。そして今日は久々ピピピピー金宮、これ食べちゃうね。金宮、あ、すごい、このビジュアル見て。そして今日はちょっと試したいものがあって、こうピシッと氷が来るんですけども、氷ね、氷が来るんですけど、ボン、ジュルジュルジュル、これバイスサワー。バイスってたまにあるよ、飲み屋でね。これをちょっと飲んでみたくてね、買っちゃった。1対2って書いてあるね。よし、1対2で入れるんだね。
金に青タイね。トラブルトラブル。わあ、やばいやばい。ああ、食べ物が。ひい。ジュジュ。タオルタオル。なんでシポンとか言うの？何もやってないんだけど。何爆発してんだよ。ああ。ザク、バイス爆発してお掃除が大変だったよ。もうびっくりした。何何これ、このいじめは。こうよし、こうこうで、あー飲み直そう。びっくりした、こいつ爆発したよ。なんで爆発したのこれ。うまいけど、なんか梅だね。なんで爆発したのこれ。炭酸が強いので海鮮日に吹きこぼれることが。よく冷やしてから静かに。静かに開けたよこれ。まあ静かに開けたのね。バーって、また多いような気がするよ、もやしの量が。やっぱなんか落ち着きすぎちゃうな、作るとね。すっげえ爆盛りのこれ焼きそばになっちゃうよこれ。なんか量多くなっちゃうんだよな。まあいいけど、忙しい俺なんだか。ういえ、はあ、作ってきました。今日はね、まるちゃんの焼きそば、うわ重い。1人前しかないんだけど、野菜多くしたらすごい重い。ああ初めて太麺をねチャレンジしました。ああし、これも受けて、うまそうだね。そしてね、料理はね、焼きそば作りまして、目玉焼きをのせました。そしてね、紅生姜をね、脇に添えてハイボールで飲んでいこうかなってところですね。これめちゃくちゃうまそうですね。よし、うまっ。あうまそうだなこれ。ちょっといってみよう。足りかな。うん、うん、うまっ、うまい。やばい、マヨネーズだ。マヨネーズだろこれ。どう考えたって。うん、一人前なんだけど、いろいろ入れたらすごい
ボリュームが出たね。これうめえ、まるちゃんの焼きそば。この熱々の焼きそば、これめちゃくちゃうまかったですね。これまるちゃんの焼きそばなんですけど、通常の細麺じゃなくて太麺の方を売ってたんで、ちょっと買ってみたんですけども、あ、美味しかったな。これペヤングにしようかなとも思ったんですけども、いや、やっぱりちょっと手作りしようかななんて思って、手作りって言ってもそんなここまで手作りじゃないんですけども、焼きそば作りました。で、卵が好きなんで目玉焼きとともに、ハイボールとともに楽しい宴を過ごしております。この熱々がいいですよね。熱々をこうもぐもぐ食べて、そしてお酒を飲む、グビグビっと、このねウイスキーがね、ちょっとこの油強めな焼きそばに合うんですよね。私グビグビいっちゃうからね、美味しいと。この今日の、ね、それでこの並べてる酒オールスターパンヘーオールスターみたいな感じ、パンヘーオールスターじゃねえか、そのね、私の毎日のお友達、夜の宴のお友達たちがね、みんなね応援しに来てくれているっていう感じになりますね。バイスだけはちょっとな、不良だからな、反抗的だったからちょっとね問題児ですけどもね。そこで今日はね、青のりも買ってきたんで、青のりも振りかけてね、ちょっと味変をして楽しんでいるっていうところですね。めちゃくちゃ焼きそばうまかったな。なんかすっごい焼きそば食いたくなっちゃって、焼きそばかお好み焼きかどっちかがいいなと思ったんですけども、あ、どうせならちょっと料理、残っている食材考えるじゃないですか。冷蔵庫なんか何あったっけなって、これ職場で考えてるんですけども、冷蔵庫あれとあれあったからちょっと焼きそばやるかなみたいな、そんな感じでね、楽しい宴 を過ごしております。うまそうですね。ラストやばいから、あんまない、ダメだよこれ、茶色いからってコーラじゃねえんだから、濃いだろこれ、どう考えてもねえ、ウイスキー落ちるよ、炭酸ねえし、ウイスキーだしこれ、ウイスキー、うわぁ、濃い濃い、ウイスキーだこれ、濃いよ、ウイスキーだろこれ、ウイスキー、なぜか酔っ払ってくるとウイスキーを濃いめに入れてしまうっていうね、この酒飲みルーティーンでも飲んでしまうっていうのもね、これがやばいんですよね。うわーなんて言いながらね飲んでいますからね、これでもこれ焼きそばとあったな、だから美味しかったですよね、本当にいい宴だったな。はい、いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。毎日のぶっ飛びの宴ですけども、今後ともよろしくお願いいたします。またね、チャオ、サンキュー、ヨー、じゃあね。